後ろに何か圧が、あの人を鳥。ちょっとスレンダーになってしまったから今太らせ中です。ちょっと行ってみる。いいね、秋だね。すごいね、この間桜のやつまだもあんのに。いいですか、桜のここの子たちの散歩の、ね、日向とかのシーンがあって、じゃーん、シャーくんもう耳が良すぎて怖いね。シャーくん、もうちょっとやな、あと10分、15分ぐらいかな。やっとね、鳥のこの辺まで行ったじゃない。それでも笑顔でとか言って痛い痛いとか言えない。ね、大ちゃんは来ないな。大ちゃんやな、来るとしたら。泳いではるわ。あれ、あれ来るわ。あれ変わっちゃう。あれ、風は。あれ、大ちゃんいない。大ちゃんどこ行った？潜って下のか、今の下かな。あ、大ちゃんだ。開いてた。もうご飯前でそわそわ。大ちゃんいます。うん、まあまあまあ、スレンダーより2個ついてきたかな。あんだかわいい感じで。あんだか。なんでくるっと回ったん今。あ、浮いてる、エリくん、素敵。エリと。お客さん発見、お兄さん発見。男の人好きだから。じゃあ私らがついていこうへんとかを。あれ、あ、やば、やば、あ、勝手に行く。大きな水のこれ。アニちゃんどこまで行くの？ふわっと寄ってった。あかん、森まで行きそうな感じや。あーほら、あー、うん、あ、あ、ヨネ発見、ヨネ発見。あ、ヨネに行ってます。おヨネに行ってます。なんでか。あ、おヨネに甘いに行ってる。全然言うこと聞かへん。水着だけ寄ってきます。本当やな。
長靴を置かんやろな。たくさんとこなんかすごい興味てんじゃん、はい、兄さん興味てんじゃんなあ、お嬢さん。ハニーだけで歩いてきたんで脱走してるかと思った。撮影部隊がいた。15m。それこそ、あ、森へ行くのね。大変、素足は危険です。素足は危険です。結構痛いんで。いかんよ。素足大好きなんで。あ、危険。素足は危険。ダメ。素足はダメ。素足好きなんです。痛いんですよ、結構。危なかった。危機一髪。帰ろうか。ごまちゃんタイムやって。いける？ごまちゃんタイムやから。急に切れるからね。さあ、誰んとこ行こうかな。あのちびっこも危険です。あれ、ケープペンギンってそこにたくさん仲間がいますので、また森の方も見てみてください。なんで入ってったん？すごい狭いとこ好きなんで、暗いところ。あ、ごまちゃんだ。私、大ちゃんじゃなかった。あ、おた。私も大ちゃん。バチ切れしてくる。あ、そう。7分か。本日もバチ切れで、私が大丈夫。まもなくごまちゃんとの触れ合い始まります。40分から奥でごまふわざらしの触れ合い始まります。行こう。お兄さんについてるの。はい、お伺いします。